久保さん。僕、ネットビジネス17年、18年間やってるんですけど、久保さんに勝てないんですよ。久保さん、久保哲郎に勝てない理由っていうね。元麻雀屋です、みたいな。元麻雀屋のおっさんです。40歳からネットビジネス始めました。勝てないですね。このストーリー性に勝てないですよ。だって僕も20代からやってますから。20代からやってます、僕ね。<laughs> うん。なんで、でも逆を言うと、まあ僕のまあ武器としてはね。 まあ、その、なんですかね。まあ、誰から習うんですか長くやってる人から習った方がいいんじゃないですかっていう一つの、まあ、訴求ですよね。うん。ずっと昔、過去から知ってますよ。しかも、今もやってます。過去やってましたじゃなくて、過去も今も現在も、未来もやるし、みたいな。まあ、そういうセールス文句で僕はやるしかないので。だって、その、ね、あの、過去を変えられないですから。タイムマシーン、タイムマシーン乗ってね,ね、20代はネットビジネスやめろと。 で40代から久保さんみたいに40代からネットビジネス始めろっていう、それを変えられないので、僕はもうそれを使うしかないですよね。だけど、それを使う、使ってると久保さんには勝てないんですよね。そう。それには勝てないんですよね。だから、久保さんが言う通り、まり、あ、結局その、過去をどううまく使えるようになるかっていう話なんですよね。うん。でも今が良くなければ過去も良くならないんですよ。でも今が良くなれば過去も良くすることはできるんですよね。意味づけはね。 あ、そうだったんですか久保さん、マージャン店のおっさんだったんですかそんな人が今、そんなやってるんですかみたいな。でも今、今もマージャン店やってたら、それはなんないですよね。だからまあ、その過去のあれをその生かすんだったら、やっぱ新しいことをこう学び直してやっていかないと、難しいかなっていう。例えばまあ、あの、普通のお仕事でもそうだと思うんですけど、例えば、んですかね、うーん。 あのマックからマックへっていう、ね、昔すごく有名なねマクドナルドの原田原田さんですか、えー、マックにいた原田さんがマクドナルドに行ったみたいなマックからマックへみたいなあったんですけどあれってマックからマックだとあんまりキャッチコピーはなんないぞ異業種ですよねいや僕飲食店やってないですみたいな飲食店やってないですアップルでしたとマックでしたみたいな <laughs> だからその過去の,そのあれが、まあ、そこにまたキャッチコピーとして生きるわけですよね 異業種ででもそこで業績を残さなければダメなんですよ。でも業績を残すと、何すかね、異業種から来たやつが何でみたいな、すごいインパクトがあるんですよ。でもマクドナルドの社長が、マクドナルドの社長が売り上げを上げるって当たり前すぎるんで。うん、だけど、アップルにいた人が、民食、その、マクドナルド全く未経験、アルバイトもしたことありませんっていう人がもし入って売り上げ上げたら、それはもうめちゃめちゃその、 同じ売り上げを上げてるんだけど、全然その与えるインパクトが違うんですよね。うん。だからね、結構ね、チャンスなんですよね。だって最初からネットビジネスやってる人っていないので、ほとんどが。なんか中学校から、まあ今の子はね、ちょっとスマホ世代なんであれですけども、まあ僕らの世代とかはね、久保さんの世代とかは、最初インターネットがそんななかった時代じゃないですか。だからまあ普通に僕も、 派遣で仕事ししてましたよとか、ネットビジネスに入る前に普通のサラリーマンでしたよって話じゃないですか。だからそれを使えるのでなんかやや、やったもん勝ちっすよね、結局は。いってらっしゃい。